4月7日まで土浦桜まつりが開催されています。期間中は町中桜めぐりバスが運行されるほか、市内の各名所では桜のライトアップがされ、昼のみでなく夜も幻想的な桜を楽しむことができます。皆さんもぜひ足を運んでお花見を楽しみませんか。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は土浦市新張総合福祉センターで行われた春祭りの模様をお送りします。3月9日、土浦市新張総合福祉センターで春祭りが開催されました。春祭りを開催します。よろしくお願いします。今回はセンター敷地内を開放して、ステージイベント、同好会の展示、そして模擬展などが行われました。おかげさまで PR は各小中学校とかお配りしてご案内したのですが、小さなお子様連れのご家族の方が多く来ていただきまして、今日はおかげさまで昨日はちょっとお天気悪かったんですが、とても晴天になりまして、皆さん楽しく遊んでいるようです。なかなか車がないと来れない施設ではありますが、こういったことをきっかけにですね、また夏にも、子どもの夏祭り、子どもフェスティバルなども考えておりますので、皆さんお風呂も入ったり、それから遊べる公園、それから4月には桜がとても満開になって、とてもいい施設なので、皆様にお越しいただくために今後も PR していきたいと思いますので、ご利用いただければと思います。春の穏やかな天気の中、多くの方が来場してイベントを楽しんだり、模擬店を食べ歩いたりして春祭りを満喫しました。今日はね、天気もいいしね、なんかこう皆さんの雰囲気も、親子連れでね、皆さんがこう楽しんでいるのを見ると、なんか自分自身もね、なんとなくそういう気分になるような思いです。楽しいです。ここのセンターでお風呂をね、利用させていただいて、ほんでそこで、あれ春祭りなんていうのあるんだということで、それで今日ちょっと来てみたの。お蕎麦もうまかったし、お茶もうまかったし、とても清々として、気持ちがいいです。続いて土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん、全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり、番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。今回は土浦市の自宅ベランダで撮影したそうです。植木鉢にスズメがやってきました。土丸を見てびっくり、驚いて逃げていきました、というコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は
茨城キッズクラブカードの交付枚数が変わります。狂犬病予防集合注射を実施します。都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトにご協力ください。サイクリングポータルサイトチャリ散歩についてのお知らせです。はじめに茨城キッズクラブカードの交付枚数変更のお知らせです。茨城県が子育て家庭応援のために交付している茨城キッズクラブカードは、これまで子育て家庭に1世帯1枚の交付でしたが、カードのさらなる利用促進のため保護者1人につき1枚を交付します。交付対象は18歳以下の子どもの保護者、妊娠中の方および配偶者です。交付場所は子ども福祉課、各支所、出張所です。詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。次は狂犬病予防集合注射実施のお知らせです。毎年4月に市内各地区で狂犬病予防集合注射を実施しています。実施場所が昨年度と異なる地区がありますので、市のホームページまたは通知書でご確認ください。実施期間は4月6日土曜日から22日月曜日まで。費用は新規登録の場合は5,400円、登録済みの場合は3,400円です。詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。続いて都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトご協力のお願いです。使わなくなった小型家電などをリサイクルした金属でオリンピック・パラリンピックのメダルを作るプロジェクトもいよいよ受付終了間近です。ぜひご協力ください。拠点回収は各地区公民館のほか、設置協力店となっているジョイフルホンダや霞の一部店舗に設置している回収ボックスをご利用ください。携帯電話などの小型家電が対象です。宅配便回収はリネットジャパンが宅配便で回収しています。送料は1箱税抜き1,500円、パソコンを含む場合は無料になります。申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課までお願いします。最後はサイクリングポータルサイトチャリ散歩についてのお知らせです。結城市、筑西市、桜川市のサイクリング情報を提供するポータルサイトチャリ散歩に土浦市ルートが新たに加わりました。おすすめサイクリングルートや観光スポット、グルメ情報などをスマートフォンやタブレットから手軽に見ることができる便利なサイトです。ぜひご利用ください。詳しくは商工観光課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。
どこにいるか分かりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週はウォーキング大会の模様をお送りします。3月10日、毎年恒例のウォーキング大会が開かれました。集合場所のラクスマリーナに参加者が集まり受付します。コースはリンリンロードをメインとしておよそ6キロを歩きます。各地区ごとの運動給水士の支部が、ウォーキングを企画し、元気アップウォーキングとなっています。その地域の特色を生かしたコースで、それぞれコースが違っています。今回、一中地区で、行うのはここラクスマリーナを出発点として、リンリンロードを歩いて虫かけの休憩所まで行きます。ご存知のようにリンリンロードは旧筑波線の廃線の跡を利用したリンリンロード自転車道ウォーキング道となっていますので、比較的安全にゆっくり自分のペースで歩いていって無理なく歩いていただけると考えています。ウォーキング大会を通じて春の訪れをより身近に感じられたのではないでしょうか。ちょっと疲れましたけど、いい経験させていただきました。天気も良かったし、楽しく歩くことができました。チャンスがあったら歩きたいと思ってます。土浦の町の裏側を覗いたみたいな感じで、すごい楽しかったです。参加して良かったです。前から興味はあったんですけど、なかなか参加できなかったんですけど、今回友達と一緒にできて良かったです。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー萩原がお送りしました。帰り道急いで微動